ユーホサーリストはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックで合計2個のメダルを獲得した。やり投げの選手として1912年ストックホルムオリンピックに出場し、スウェーデンのエリック・レミングに次銀メダルを獲得した。しかし、この大会だけ行われたやり投げでは金メダルを獲得した。 彼は1920年のアントワープ大会にも出場したが4位に終わっている。アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ・ジャベリン・スロー・アーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズ・ジャベリン・スロー・ボース・ハンサル・カイブド2020年4月17日、 アットザーウェイバックマシン、ありがとうございます。